ニューヨーク郊外に住むビッグ・ボーゲリンさんは18歳の時、アメリカ海軍の兵士として日本軍が待ち受ける硫黄島に上陸しました。 It was dark. Mass confusion. It was nighttime. We're loading wounded. This kind of thing sometimes come to your mind today. 激しい戦いの後、ボーゲリンさんは浜辺で日本兵のカバンを拾い、その中に108通のハガキと手紙が入っているのを見つけ、自宅に持ち帰りました。手紙の宛名はすべて松川忠さん。差出人のほとんどが父親とみられる正一さんとなっています。昨夜は二人とも興奮して眠れませんでした。戦況を聞いたものですから、お赤飯をいただきました。この一年、死に物狂いで頑張ります。決して兄上に負けません。そして、兄上の後に続きます。文面からは戦時下の日本の空気が伝わってきますが、厳しい検閲の中でも、こう思う父親の気持ちが垣間見えます。めっきり寒くなりました。手足が凍えるようです。父、母とも元気ですから安心してください。あなたも元気と知りまして安心しました。母も喜んでおります。では、体に注意してしっかり。クリント・イーストウッド監督の硫黄島からの手紙は、戦争を日本人の視点で描いた作品として話題を呼び、アカデミー賞の4つの部門にノミネートされています。ボーゲリンさんはこの映画を知り、手紙を62年ぶりに日本の家族に返却することを考えたといいます。The time was right. But I was going to do it anyway. I had thought about this a couple years ago. I said, those letters, somebody in Japan has a loved one. I had it, but Clint Eastwood drove me over the side. ボーゲリンさんはできれば家族に直接会って手渡したいと話しています。